どうも白石井上です。今日はですね、桜の季節ということで桜の撮影をしに来ました。でですね、ついでにですね、今後の YouTube の方針をちょっと話せたらなと思います。はい、もうすぐね、なんと1000人登録いきそうです。去年の10月から始めて約半年、今830、40ぐらいなんですけども、登録者数ありがとうございます。でちょっとね、1000人登録になったらライブ配信したいなと思っていますので、そろそろ OBS の勉強をまたしてですね、ライブ生配信、歌を歌ってみたり、うんじゃらかんじゃらね、記念にしたいなと思っております。でですね、今後はですね、ちょっと映像とかですね、 DTM のことを語っていく動画も増やしていきたいなと思っています。映像についてはまだまだ僕もわからないことばかりなんですが、音楽、DTM に関してはノウハウも少しはありますんで、ちょっとチュートリアルとかね、僕はこういう風に制作してますよとか、そういうのをね、出していけたらいいなと思っております。で、ダイエットの方は今年初めにすると言ったんですが、停滞気味で、相変わらずブク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 太っておりますが、ちょっとずつね、成果を出していけたらいいなと思っております。こんなのしてくれ、あんなのしてくれみたいなね、いうのがありましたら、どしどし応募しておりますので、コメント欄とかにね、書いてくれたら嬉しいでございます。嬉しいです。あとは何するかな。でね、嬉しいことにね、歌ってみた名曲をね、歌わせてもらってるんですが、弾き語りで。なんかね、オリジナルをたまに歌うと、オリジナルの方がね、再生回数いったりするんで、やっぱ嬉しいなと。オリジナルで勝負してきた僕にとっては嬉しいなと思います。なので、オリジナルの方もね、どん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 曲アップできたらいいなと思ってますので、登録まだの方はグッドボタン、そして登録の方お願いいたします。1000人になったライブ配信、そしていろんなことをまたまたやっていきたいと思いますので、ぜひ今後とも白石井上チャンネルよろしくお願いいたします。そしてこっからのブーン。